はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、タイトルにも書かせていただきましたけれども、ストーンズの9月の何日ですか、8日、28日、全然違った、9月の28日、今9月17日、もうあと10日ちょっとじゃないですか。うっかり予約皆さんしましたか？私はまだしておりませんけども、もうそんなすぐなんですね。もう発売になります、フィールダーシティというね、今年の頭から始まったツアーのライブ映像の、先行動画というのが YouTube に上がっておりまして、1曲 SIX をね見させていただきましたけども、今回は実際これアップされたのは何日だったんだろう、先に調べときなさいよって感じですけど、よく押しても反応してくれませんので、まあ何日か前にね、これアップされてましたけれども、で前の SIX の時にも言いましたが、やっぱりそのライブ映像もちろん私も購入させていただきますので、その時に初めて見たいという気持ちもあるんですけども、こうやって先行で上がっているとですね、まあそれはそれでまあ見たいわけですよね。で何日か我慢したんですけども、もうやっぱりこれ見たいということで今日見るということです。はい、まあありがたいことに1月の今年5日の日にね、横浜アリーナのライブに実は参戦させていただきまして、これも実際生で見させていただいたライブの、まあ違う日ではありますけど映像なんですけれども、改めてこうやってね、あの会場で見てるのとこうして近くのカメラでね、皆さんの6人の表情もしっかり見えながら、そして音響もしっかりした状態でまた聞くというのも違った魅力がね、絶対にあると思いますので、我慢できずに見てしまおうということでございます。ストーンズエバーラスティングフロムライブ DVD ブルーディスク、ブルーレイディスク、ブルーディスクじゃない、ブルーレイディスク、フィールダーシティ2020年1月6日横浜アリーナの映像です。それでは YouTube もし一緒に見れる方はね、一緒に見てみましょう。再生ポコン、きた、でうーゆっくり回ってんの、これカメラが動いてる、ああ動いてる動いてる、やっぱりみんな座りながら、最初もねこれから出てきたんですけど、これが戻って、イエージュリック、ああエルペイドデジデッドワールドジャルジャー、全然歌詞は適当ですよ。 Never gonna fall good、 さあ出たタイガー君のこのエスキモー帽子かわいいね。さあ北斗君、綺麗なお顔です今日も、うわうわうわいいね、これ振りましたよ私もこのライトね。 That's a battle law I wanna be the best culture for the fight come come、 いいね表現力、ホーチ君、そしてタイガ君が映って Die which is you are、 ジェシー君が本当に柔らかい、 It's a worry、 さあ森本君、待てそうな時でも、いいね、そういいね、タイガ君、ダーマリ、高い音から出すの難しいよ、しかもドですからね、ダジズでド、ドーンと、みんなが振っています、青いライトに変わって、いでく、タイガ君があぐらをかけながら、違うわ、あれは北斗君ですね。さあみんなが振っておりますライト、コーチ君が座りながら優しい笑顔で、ほら今度赤に変わって黄色に変わって、これみんなで合わせたやつだそうだ、タイガ君、生きてゆく、ハッターとの低音しばらせ、何も Stay with you、 変わりはそっから自信いく、ない、高音柔らかい、終わりはしない未来こうじゃない、いいね、誰もリスキーボンシャイ、大学リムレー、うわあ素晴らしい、高音の抜けとビブラートと、さあコーチ君、今度はみんな動いて下がってきてんの、あれ音程と音程をつないでいく歌いまして素晴らしい、でコーチ君立ち上がった、ジュリ君が大きく手を振って、みんなのライトも動いてます、 Into the
time I love you so right I love you so right I love you so right 簡単にコーチくんね歌ってるけど難しいんですよ、この上から降りてくるメロディ。 Love time I love you so right すごい綺麗。 So right I love you so right 上の方で柔らかいフェイク入って、ジェシー君、はい、フィッシュオーラー、はい、アラフィッシュオーラー、いいね、はい、タイガ君、エンジェルオンタイム、いや、これジェシー君のね、まあ、私は英語喋れないんで、ちょっと真似になっちゃいますけど、変なこの、ふんっていう、N の音っていうのかな、でこう止まる音の、まあ、発音の良さというよりかはもう何て言うんだろうな、ちょっと待って画像が止まらなくて今私はちょっと困惑してるんですけど、あ、止まりました。はい、ダイジェストになってしまいましたね。エフィールダシティのそれもそれで見たいんですけど、そう、ジェシー君の変だってこの真似ですよ、うんってこう止まる音がありますけど、私はまあ歌の先生というのを18年ほどやらせていただいて、プロを目指す生徒さんが来た時にね、アマチュアの人とプロの大きな違いというのをいくつか意識しながらこうね、こういうとこなんだよっていうふうにやって、教えさせていただくことがあるんですけど、その中にねやっぱりピタッと歌いながら音を止めることができる、消すことができるかどうかっていうのが、まあ、一つ大きなね、やっぱりこうアマチュアの方とプロの方の線引きになってくると思うんですけど、とはいえですね、私がまあ見てる限りですけど、歌番組とか見ててピタッて止まるとかね、その止まり方を意識して歌ってる方ってね、あんまりもしかしたらいないかもしれないなって思っちゃうこともあるんですけど、この今のね、エバーラスティングという楽曲を歌ってるジェシー君の歌声はもうまさにそれで、パーンとこう高く張ってみたりこう伸ばしてへーみたいなフェイクを入れたりっていうことももちろんかっこいいんですけど、本当に上手い人ってその切るタイミングであったりとか、その切る一瞬の音がなくなる感じとか、そういうこう音を出さないところに上手さが出たりするっていうところまで行くと、結構私の中ではレベルが高い歌い方だなというふうに思ったりするんですけど、もう今回のエバーラスティングの中ではもうジェシー君それ出まくりですね。いや本当に素晴らしい歌い回しというか、まあ、歌唱力じゃないかなと思います。はい、だから私は最初ね、大河君の歌声を聞いてね、なんだこの人、ジャニーズの中でもう上手い人がいるなっていうところが入ってきて、それがストーンズだというグループだということが分かって、その中にいたジェシー君聞いた時も本当衝撃でしたけども、1年半ほど前にね初めて聞いたんだと思うんですけど、確実にジェシー君もこれ進化してるっていうと私がね偉そうにと思うかもしれないですけど、どんどんいろんな場所で歌ったりとか経験値を重ねていったことによって、ジェシー君自身のもともと持ってるセンスがどんどん研ぎ澄まされていって、びっくりするぐらいうまい歌い回しになってると思います。でこれでバラエティとか出たりするとね、もう最初はパートがなっちゃうわけですから、それもドラマの主題歌じゃない、ドラマのタイトルにまでなって、あ、ちなみにドラえもんって言いそうになりました、ドラマで言ったらもうドラえもん出ちゃうんですね、私もドラマって言いたかったんですけど、ドラマの主題歌が両 A 面っていうのかな、あれすごいですよね。グッドラックと2人という楽曲が、ジェシー君のドラマ、それから、タイガ君のドラマの、主題歌に両方なるということで、もう本当にすごい勢いになってきましたね、ストーンズが、客観的に見てもすごいと思いますよ。まだデビューしてね2年いかない2年目というふうに言うのかな、いやすごい、今ちょっと話がそれましたけども、なんかジェシー君の歌声がまずそれが素晴らしいなというのと、もう一個やっぱタイガ君の「マラフィスオーマイ」と高い音から、歌詞やね毎度適当で申し訳ないですけど、高い音から入ってくる時のやっぱり柔らかさ、ドーンってさっき私ね「ドですよ」って言いましたけど、最初の音が高くてなおかつ濁点から入るとどうしてもこう強い出し方になってしまいがちなんですけど、
とっても柔らかく、でやらでいだりでういだ、高音を伸ばした時にもロングトーンと言いますけど、まっすぐ揺れない音、それからね、大河君独特のあの深いビブラートね、っていうのと、それがあの甘いマスクから飛び出てくることのそのギャップもひっくるめて、やっぱりね、その大河君の歌声というのは毎回どの曲を聴いてもほーってやっぱなっちゃいますね。うまいなっていうか、まあ魅力的だなというふうに思ってしまいます。うん、素晴らしい。で、前回あれかな、少年クラブでガムテープという楽曲をね、歌って披露していた時の解説でも言ったんですけど、今こうやってエバーラスティングという楽曲ライブの映像を見てて、最後特にね、みんなでこうララテダラララララララっていうフレーズをずっとみんなで歌ってますけど、すごく一つの声みたいにこうまとまりがあるんですよ、そのフレーズを歌ってる時で。さっきも言ったみたいに高い音から入ってくるメロディーというのは非常に歌うの難しくて、6人もいたらですね、1人ぐらいダレレレ、なんか最初の音がちょっとどっか行っちゃったりとかね、あんな大学みたいに丸い響きのいい音で出せなかったりすると、誰かの声がこうちょっと飛び出て聞こえたりとかしてね、一つにまとめるっていうのはなかなか難しかったりするんですけど、まあ今みんなね、6人それぞれ座ってるとこから歩いてきてまた移動してとかってなってる最中なのに、ずっと誰の声もぴょこんと飛び出してこないでしょ。でこれって、このメロディーが、もう何度も言いますけど、その上から降りてくる難しいメロディーなのに、あたかも当たり前のように6人がですね、ライブでこれ生で歌ってる映像ですよ。それがララララライララララライって、みんな綺麗な響きのまんまメロディーをすごく丁寧にたどれているから、すごい綺麗な声の重なりに聞こえてるんですけど、これなかなかやっぱりね、別にジャニーズとくくらなくてもですね、6人が同時に歌っていて、こんなに一つの音にギュワッてまとめられるグループが果たしてどれぐらいいるであろうか、いや、いないっていうね、これもまたちょっと英語の覚え方の和訳みたいになりましたけど、いや本当にね、なかなかいないと思います。それでまあ私はもう何度も言ってますけど、ジャニーズアイドルというのは歌唱力ということはちょっと置いといても、こう見た目がかっこよかったり、ダンス、それからねキャラクター的なもので、売れていくという、まあ一つのねジャニーズグループというジャンルは素晴らしいと思ってましたけど、やっぱ歌の先生からするとそんなにやっぱり歌を注目して聴いてなかったわけですけれども、この1年半ぐらい大河君の歌声から始まって、ストーンズ、ジャニーズウエスト、ニュースなどなどですね、いやこれグループで聴いても実はすごい上手いんじゃないかという人たちがたくさん、私は聴くことができて大発見だったわけですけども、その中でもストーンズとやっぱりグループの6人のこの歌声の重なりの良さというのは、ちょっとこれすごいんじゃないかなというふうに今の映像を改めて見た時に思ってしまう。それはさっき言ったみたいに、みんな当たり前のように普通の顔して歌ってますけど、すごい難しいというかね、音程をきれいにたどるのが難しいメロディーを、こういうバラード系で後ろのオケの音もそんなに多くない中でですね、きっちりみんなが正しい音程、正しい声の響きで歌ったことによって、一つの声、もう楽曲の中の一つのストーンズの声というものがまとまってちゃんと聞こえてくる良さ、素晴らしさっていうのをね、改めてこの3分半ぐらいの動画でやっぱり感じることができてね、非常に、心地いい、耳心地のいい歌声だったんじゃないかなというふうに思います。はい、先ほども言いましたけども、新曲がね11月の2日ですかに、発売されることも決まりました。もうねレコーディングも終わってると思いますけども、そこでもどんな楽曲を聴かせてくれるのかとっても楽しみではありますし、先ほど確認してびっくりしてしまいましたけども、もう今月末にはこの映像が、発売されるということで、私もこの足で急いでですね、もうタワーレコードにまたいつものように予約に走らないといけないなと、ちょっとこう焦ってしまうぐらいの、日数になってまいりましたけれども、そんなのも楽しみにしながらですね、今回また我慢できずに SIX に続いて、バーラスティングの動画を見せていただきながら、勝手に思うままにお話をさせていただきまして、皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。